全世界が大変なことになっておりますが、皆さん元気ですか？私が元気に頑張っております。皆さんも元気に楽しく毎日を過ごしていることを心から願っております。本来ならナーコンに私も参加させていただく予定だったんですが、こんなご時世などで参加が叶いませんでした。でも近い将来必ず皆さんに会えると信じております。本当はそこで直接お話ししたかったんですが、8月27日にファイナルファンタジークリスタルクロニクルリマスター版も発売になります。ハード機の垣根を越えて全世界の皆さんが一緒に遊べる楽しいゲームです。よかったらぜひ遊んでみてください。音楽の方も新曲も入れました。2曲ほど入っております。そして今までの曲に関してもリアレンジだったりリミックスだったりして、ちょっとずついろんなところで変わっているものがありますので、よかったらぜひそこら辺も聞いていただけたら嬉しいです。あとサントラも発売になりますよ。9月の5日、こちらはそういうボーナストラックも入ったいろんな盛りだくさんの CD になっておりますので、ぜひよかったら聞いてみてやってくださいね。本当にナーコン、私本当に楽しみにして、スウェーデンに行くとことをすごく楽しみにしていたので叶わないのがとてもとても残念です。でも近い将来、次回必ずナーコン行きますので、その時はみんなで笑顔で、マスクも取って笑顔でね、ご挨拶ヘイヘイって挨拶できたらいいなと思っております。それまでは私も一生懸命音楽作っていこうと思っています。なので皆さんもどうか元気に楽しく今回のナーコン楽しんでください。